参考、間口の狭いビル共商住宅は、日本の住宅の類型。共商な土地に建てられた、共商な住宅のこと。明確な定義はないが、一般に、約15坪以下の土地に建てられる住宅が、共商住宅と呼ばれる。ミニ小建てと呼ばれることもある。共商な土地は、そもそも面積が小さく価格が安いが、 建物と合わせた総額が低く抑えられるため、同じ地域の通常の土地に比べて地価は高い。このため、特に地価が高い都心部において、安価に住宅を取得する手段として、共商地に建てられる、共商住宅が近年脚光を浴びるようになっており、大手住宅メーカーが参入するなど、一種のブームとも、言える活況を呈している。共商住宅は、 延べ床面積を確保するために3階建て以上にしたり地下室を設けることが多い。また、ガラスやアクリル板の透明、半透明な間仕切りを使って開放感を得るなど狭い面積を有効に活用するため様々な工夫がなされている。共商住宅の摂取は外して建築に対して関心が高いことが多く、 蒸気のように狭い面積を活用するための工夫がなされることと相まって本来低価格が最大のメリットであるにもかかわらず、共小住宅の建築コストは一般住宅に比べて割高になることも多い。ありがとうございます。